LINE ではまあ本当にコンシューマー向けサービスに携わっていて、さらになんか本当にたくさんの人に使っていただいているから、もう今も楽しく働かさせていただいています。結構思ったよりも人数多い割には、意外とまだスタートアップ的なベンチャー企業みたいなカルチャーで、他の企業ではできないような大きな企画等が実現できると思いますし、柔軟に本当開発者が主導でプロジェクトが進むというのが非常に大きないい点だなと思いました。エンジニアの発言力が結構強くてですね、何でもこうエンジニアの技術的視点から、これだとちょっとパフォーマンスが悪いんじゃないかとか、企画段階でも発言できるっていうところが魅力だなと思いました。入社して以降、今会社もいろいろ変わって LINE ってことになっていますけれども、まあ、相変わらず周りの人からいろいろ刺激を受けてすごい成長できているなって感じるので、今もとても満足しています。エンジニアはやっぱり先ほどあったようにキャッチアップが早いっていうのがあると思うので、その企画の質とか知らないものもエンジニアが提案していって、今がこれが標準なんだってこともどんどんお互いに教え合いながらやっていけたら、もっとなんかいいものが作れるんじゃないかなと思いながらやっています。お互いに意見を出し合って、相乗効果で、いいサービスを作り上げていこうっていうのが、LINE のチームなのかなっていうふうに思います。あと我々開発者っていうのは、ある意味ユーザーに非常に近い立場にいるんですよね。非常に幅広いユーザーの環境を想定したテストをするんで、めったに大きな問題は起きないですよね、実際に市場に出てから。私は入社して最初に携わったプロジェクトというのは LINE アットというアプリ、サービスで、そのプロジェクトに関しては東京、福岡、韓国の体制で、進められているプロジェクトです。今のチームは、LINE アットの裏側のサーバーサイドを主に担当しています。なんか最近でしたら韓国の方も比較的やり取りが多いんですけども、この会社に入ったらどういったのか、普通に LINE をたまに業務で使っていて、翻訳ボットってものを入れたりすると、それでなんかお互い普通の自分の言語で会話が成立しているっていうのは本当に驚きましたね。もちろんなんかドキュメントとかにも、日本語で書いたら韓国語に翻訳するツールとか逆のものもあったりしていて、そのあたりもなんかきちんとサポートがされていて、特に支障はなくできているんじゃないかなと思ってます。私は入社してすぐに関わったのは LINE フリーコインなんですけども、その後は台湾 の LINE マードという EC アプリの開発にアサインされまして、でそれを現在までやっています。川口さんと同じ案件で、台湾と韓国、日本で、日本の中でも福岡と東京って分かれているケースがあったんですが、国を越えたりするとやっぱり開発の文化とかも当然違ってくるんですよね。なのでなるべく行間を埋めるとか、空気を読まなくていいようにするような具体例をどんどん添えてっていうふうに意識して、そういった、違いの部分を乗り越えようとしていました。多分他の会社ではなかなかないんじゃないかなと思うのが、社内にプロの同日弱者がいるってことです。それがすごいびっくりして、会議をするときに、同時通訳の方がリアルタイムでコミュニケーションができるのですね、誤解も少なくできるので、すごい同時通訳の人もある意味そのプロジェクトを進めていく上では欠かせない存在だなと思っています。僕はもうなんか会社としてではなく個人として、もう本当にインターネットを良くしたいって思いがあるので、なんかそれが多分自分のモチベーションにもつながっていいものが作っていけるんじゃないかなと思っているので、もう本当にいいものを作っていけたら僕としては楽しいです。そうですね、私はもともと営業職をやってたこともありまして、ユーザー数や売上を伸ばすことにも貢献が、技術的な面からでも貢献ができるといいなと思ってます。今後やっていきたいのは、今までのハードウェアエンジニアの経験もあるんで、できれば今後IoT みたいな、分野でハードとソフト両方組み合わせたようなサービスが、今後展開できたらいいなとは思ってます。僕の場合はですね、高校出てすぐに向こうに渡って、それから4年間向こうにいていろいろ経験してきたので、やっぱりその海外の人たちのつながりっていうのはこれからも生かして、どんどん感性を取り込んでいきたいなっていうのを思いますね。就活ももちろんなんですけども、今そこで会える人たちっていうのをすごい大事にして、やっぱりそのつながりは今からも大事にしていったらいいのじゃないかなとは思いますね。新卒の場合ですと、自分が
パッションを持ってね、本当にやりたい、本当に興味がある、楽しくて楽しくてしょうがないような、なるべく職種を選ぶことが 大事だと思います。やっぱり学生の時が一番時間があると思うので、まあ、いろんなものを見に出かけたり、まあ、体験しに行ったり、まあ、そういったことをやっていくのがいいのかなと思います。私が今もうちょっとそれをやっておけばよかったなと思う意味でも、それをやっと、いろんな場所に出かけてみるといいんじゃないかなと思います。割と学生って本当に自分が何したいのかって分かんない人が多いと思うので、もう僕の場合とか本当にインターンに行ってウェブ系の会社に行って、なんか本当に自分がやりたいと思えることを見つけたという感じなので、これは学生にも経験してもらいたいなと思います。ウェブ系って結構狭くて、なんかこっちで出会った人がこっちでも出会ったりとか、なんかこの人は知ってる、この人は知ってるっていうのもつながるので、まあ、そこでもなんかやっぱり新しい人脈とかも作れたりするので、そのあたりはいろんな会社に行って経験してみるといいんじゃないでしょうか。